人間生活系コースでは、現代の生活課題を追求し、個人や家族一人一人の生活に関わる多角的で多様な視点から幅広い教育・研究を行っています。カリキュラムは人間生活教育学、人間発達科学、住生活科学、食生活科学、異生活科学の各領域の科目群から構成されています。卒業後は中高等学校の家庭科教員、公務員及び
人間生活障害教育関連の企業、団体、また大学院に進学して研究者として活躍する道が開かれています。